だったのね。今日も誰か生誕祭？一昨日さ、あやみんちゃんの生誕だったもんね。え、これって肌にかけていいんだよね。あ、いいんだ。9点の。え、なんで私こんな最近内出血してんの？なんでだ。鼻噛んでるっけ？はにゃー。今日は9点のメガ割りで届いたなんか小顔になる化粧水みたいなやつを初めて使ってみたいと思います。いけ、え、引け。本当はさ、声響いた。やばい、いい匂いだ。ニプッシュでいいな。あ、サニーハイランドさん、雪の結晶ありがとう。お昼に配信したかったんだけど普通に無理だった。受けた。本当かな、この化粧水でむくみが取れるの？最近なんか謎にむくんでんだけど、私が何もしてないからかな。滞っているのかも。分かった、これさ、こ手に出してさ、塗った方がいい気がしてきたぞ。ひでちゃんとかいくん、雪の結晶ありがとう。みんなごきげんよう、こんにちは。ああ、もうなんかダメだ、太った気がする。いや、多分実際太った。泣いちゃう。でもなんか、うん、でもなんか、あ、今日はごく普通の公園のようでしたって。僕たい、いや、多分僕たいだ。なんかおめぐさんが、おめぐさんのストーリーか何かを見たと、3日連続公演最終日みたいなのを載せられていたような気がする。で、そう、今日は私スーパーに行かないと、どどん、スーパーに行かないとだし、待って、最近さ、私もう、いや、何にもしてないことはないんだけど、ちょっと何にもしてなくはないんだけど、ちょっと何にもしてなくてさ、やばい、ちょっといろいろやんないといけないことが溜まっているわ。頑張ろう、みんな頑張ろう。あ、配信久々に来れた気がするな。ありがとうね、ありがとうございます。ちょっとのんびりのんびり。え、なんかさ、あ、まつげが死にました。おかかごはんさん、アイラブユー、ありがとう、ありがとうございます。明日はお昼には配信したいな。だけどわからない、できないかもしれない。お昼に、いや、いつもなんならお昼に配信したいんだよね。何言おうと思ったかしら。私は一体何を言おうとしたのかしら。あ、眠たいので寝ました。って、おやすみ、おやすみなさい。あ、自分ぐるみのデザイン順調ですか。自分ぐるみのデザインで、ね、ちょっと結構いい感じ、打ち合わせをいろいろこう重ねてるんですけど、なんかじゃあとりあえず言うと、この色の布でちょっとこれ柄の大きさちょっとわかんないけど一旦作ってみましょうみたいな感じでちょっと作ってみたんだけど、
って見て、で現物見たんだけど、すっごい良かった。すっごい良かった。そう、もう早く早くみんなに見てほしいわ。楽しみだね。楽しみだねっていうか、ちょっと待って、でも待って、グッズの詳細が出るってことは、いろいろちょっと。これなんか微妙じゃないか。まあ、絵か。ちょん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 。しげさんハートありがとう。あ、天野さんもアヒルありがとうございます。ああ、このなんかさ。え、ミスターシャコジレさん。くまちゃんありがとう。ショールームのなんかさ、私でも出れそうなゆるいべあります。あり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 ます。でもなんかこうおみたいな、なんか新人ライバーなんとかかんとかみたいなやつがいいのかな。なんかゆるいべはゆるいべでまとめてほしいんだけど、私が知らないだけでまとまってるのかな、ゆるいべページみたいなやつって。あら、こんにちは、こんにちは。無音視聴中だってね。ラジオ配信の無音視聴ってさ、何が楽しいの？ちょっと言い方何コメント欄の流れを見て、コメント欄の流れを見て、なんとなく把握してくれてるってこと。こんにちは、皆さんこんにちは、ごきげんよう。どどん。え、モモンガパーカー買っちまいました。だっていや、ちょっと無音でさ、無音で見てる、無音で見ててさ、自分のコメント拾われたか分かんないのにコメントしてくるのめっちゃおもろいね。いや、コメント拾ったんだけどさ。いや、コメント今拾ったんだけどね。これ聞こえてないってことでしょ。鬼おもろじゃん。熱いな、ヒーター。トゥー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 、ドンドドンドドンドドン。今はちょっと冷蔵庫にね、本当に何もないんです。本当に何もないんですよ。このなんか食べれるやつが、あの何、ね、お豆腐もない、納豆もない、ヨーグルトもない。そんなの冷蔵庫と呼べると思うか。呼べねえよな、そんなんじゃ。うわ、待って、スーパーいつ行こうかな。スーパー買って、でもどうしようかな。これベースだけ、でも配信2回ぐらいするのもなんかあれか、なんかね、なんかねって感じだもんね。そうなんすよね。てかさ、1日さ、こう夜になってさ、うわ、お部屋の掃除、お部屋の掃除しようかなみたいな、どうしようかなみたいな思いつつ、なんか寝落ちしちゃうよね。最悪、何にも何にもしてないやんっていう。わ、今日こそ今日こそお部屋の掃除しようみたいな思ってやらないで。ちょっと待って、欲しいものがなかった。なんでだ、みんなもしかして年賀状とか書く人？みんな、え、今さ、年賀状文化ってどうなっている？よく通ってる歯医者さんから届くぐらいなのかな。年賀状って、だって今のさ、小学生とかってさ、年賀状って知ってるの？昔さっていうか、小学校の時とかさ、そのいろんな友達に年賀状送りたくてさ、その2学期中にさ、住所を教えてみたいなやってたけど、今の子たちってもうあれなのかな、年賀状。でもほぼほぼないよね、 LINE で済ませてます。だってでも LINE もさ、
LINE も、え、でも LINE でさ、なんかめっちゃ律儀にさ、お久しぶりですみたいな、今年もよろしくみたいなさ、送ってくれる人すごいなって思わん？おーみたいな、おーみたいな、誕生日ならわかるじゃん、誕生日の久しぶりおめでとうみたいなわかるけどさ、明けおめで、でしかもその新年明けてもう数分数時間みたいな時にさ来るとさ、おありがとうって言って、おおおありがとうって感じだよね。50歳まだ書いてる、あでも半分以上が LINE だって。でももう LINE だよね。でもどうなんだろう、年賀状、その年賀状な、年賀状市場、年賀状市場っていうかどういうあれなのかしら。でもまあはがき、でも郵便局が儲かるか儲からないかだもんな、年賀状って。うわ切れない、やばい、ハサミ使えない。あ、明けおめインスタのストーリーだけかもしれない。あ待って、賢いな、親しい友達だからプライベート赤みたいなやつでしょ、そのなんか友達だけが、仲いい友達は見えるよみたいなやつで、うわそれ強強っていうか効率いいね、それ真似しようそれそれ真似しよう。あちいかわのうさぎのスタンプで済ませようとしてるって、あなんか明けおめみたいなやつあったっけ、あった気がするな。最近は12月になったから8割のスタンプが使えるね。今年ってもう終わりみたいなやつ、かわいいよね。あ、おひさだって、おひさー、ごきげんゆう。え、待って私あんまりスーパー行きたいとか言ってたけど、意外ともしかしてスーパーに行く暇なんてない説、いやない説あるな、余裕でないんじゃない、これもしかして泣いた泣いた、えあれえあれえあれえできた、ナイスナイス。みんなが最近見つけた美味しい食べ物募集中です。あ待って、私はあれをおすすめしたい、ローソンで売ってる、あでも甘いの嫌いな人は無理か、あのねホワイトチョコとマカダミアナッツのアイスみたいなやつ、あれがねまあまあ美味しかった。あでも違う、私今最近ハマってるのはあれだ、みんなし、あでも有名だよね絶対、めっちゃ久々に声聞いたな、だってありがとう、元気、みんな元気してる？てかあれ送、あれなんか申請出したけど一生返信、返信っていうか私がメール見てないだけかな、なんだっけ、トークポートか、トークポート、トークポートなんかお願いしますみたいな、あれなんかその審査みたいなのがあるのよ、カードみたいな、この人この人はそのなんかトークポートやって大丈夫かなみたい な審査みたいなのがあってさ、それのなんか審査よろでーすみたいな、トークポートやりたいでーすみたいなやつ送って、でなんかそのじゃ合格っていうかなんかいいよみたいな人だけメール返信しますみたいな感じで、だから私まだメール今日ちょっとあれまだじゃないけど届いてないってことは、私はもうトークポート審査落ちたってこと？トークポート、トークポート審査落ちたってこと？トークポートの審査落ちる人なんている？ホームパイのアイス結構好き。え？私それ知らないな。ホームパイのアイスがあんの？雪見大福の白い恋人味美味しかった。え、ね、あれ私も食べたけど美味しかった。でも美味しかったけどさ、あれ白い恋人って言われてもわからんくない？白い、美味しい、いや別に美味しいよ、美味しいけど、なんかバター味とかの方がなんかしっくりくるくないみたいな。
白い恋人要素はなくないみたいな。いや美味しかったんだけど普通に。となんか私気になる。え待って、ミスドいつまでやってんの。やばい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 。ミスドいつまでやってるの。もっと AKB 落ちるんかなって。ちょっと待って、私がメール、あれ私どこのメールで送ったか、 G メールのメールで送ったかどっちだったかな、ちょっと見てみたいと思います。でも審査どれぐらいかかるんだろうね。まあだって莫大な量のさ、あの何リクエストみたいなの来てると思うから、そんなすぐには来ないと思うけど、でも今週のどっかのタイミングで出したような気がするので、まあ来週中とかには戻ってくるかなみたいな。ワクワク、あれだね、あれみたいだね、ドラフト会議みたいな、ドラフト会議、野球のさ、あの電話来るかな。まあ何でも一緒か、 AKB のオーディションもだけど、受かった人しか不合格の連絡って来ないからさ、不合格の連絡来てない時にさ、なんかツイッターとかでなんか一次審査通ったみたいなやつ見るのめっちゃ心苦しくなるんだよね。何回も経験したわ。あ今日合格通知届いてるんだみたいな、私のとこにまだメール来ないなみたいな。懐かしいですね。高校生の頃はそんな感じだったわ。いや時間ね、どれぐらいかかるかわかんない。あさきちゃんに聞くのも、でもさきちゃんもさ自分個人でっていうより多分事務所の人が出してみたいな感じだと思うんだよね。だからさきちゃんに聞いてもわかんないかもしれないけど、さきちゃんかき氷行こう、さきちゃんかき氷行こう、私昨日一人でかき氷行ったんだよ、ピエンピエン。あらごきげんよう、きょんちゃんこんばんは。おすすめのコンシーラーありますか。おすすめのコンシーラーとおすすめの、結局資生堂か、資生堂かとか言って、なんかさ最近得た情報によるとザセムのコンシーラーみんな好きだけど、なんか乾燥するから乾燥肌の人は良くないみたいな感じのことを見て、で私どちらかというとっていうか、まあ、基本乾燥肌なんですよ。そうだから、いや今まで何年間もずっと使ってきたけど、あんまりもしかしてみたいな。そうだから乾燥してる部分に塗るとさ、本当にもうカサカサしてきちゃうんだよね、その上からさファンデとか重ねてもさ。だからもしかして、なんかだからさ、なんかいろいろな YouTuber さんがさコンシーラーのこれ使ってますみたいなあるじゃないですか、そういうのなんかね試してみた方がいいのかしらとか思っちゃって。こんばんは、ごきげんよう。でもそうだね、日本の化粧水あんま当たり外れあるみたいなのはそんなに、さすが信頼が厚いよね。でも当たり外れっていうか、本当に肌、その人の肌に合ってるかどうかだよね。あとその使い方の問題というかさ、もともと肌綺麗な人だったらさ全然何カバー力ないファンデーション使っても全然いいと思うけどさ、肌ちょっといろいろ肌トラブルいっぱいでみたいな感じのさ人だったらさ、カバー力ゴリゴリありますみたいな、何でも任せてくださいみたいな感じのさファンデーションの方がいいなってなるからさね。でも結局でもザ・セムのやつさ、やっぱ安いからさいいなってなっちゃうよね。わかりみピッドゥ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 ルン。誰にもわからないハガレン放送局の絶対誰にもわからないハガレン放送局のアイキャッチじゃなくて、なんていうんだっけ、アイキャッチっていうのかな、アイキャッチじゃなくてなんていうんだっけ、こういうの
歌ってしまった。ハガレン放送局、みんな聞いたことあります？ハガレン放送局って。私聞いたことないんですけど、姉がなんかハガレン放送局まとめ CD みたいなやつ聞いてて、それのあれしか知らないんだけど。ラジオだよね。こんばんは。声優さんってさ、声優さんのラジオって面白いよね。まず声がいいから、なんかスッと聞こえる、聞き取りやすい。本当に声優さんのラジオって、でもどこでやってるの、どこでやってるのっていうか、あんまり特別放送みたいな感じ、そんな隔週でさ、あんまりやってるイメージないんだけどさ、どんな感じかしら。ポス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 、あ、いいね。ツンツンツツツツツンツンツツツツツンツンツツツツツ、ごきげんよう。お腹すいた。いや、お腹すいたけど、いや、知ってんだよね、知ってんだ知ってる。私そんな最近めっちゃご飯食べてるわけじゃないの。太ったって言ったけど、めっちゃ食べてるわけじゃないけど、食べる時間が良くないんだよね。なんかそれをなくそう、これを直したらまだマシになるやろうと。あ、でも意外と、ちょっと待って、ちょっとさ、みんなにさ、まだちょっと隠してることがあるんだけどさ、ちょっと今月のあのファミリーで言おうかな。やめてね。コスメがさ、床に落ちてさ、あの筆とか入ってるやつがさ、筆とかポーンって飛んでくの一番嫌じゃない？わかります。みんなに隠してることあるんだけど、なんだと思う？いや、わからんだろうな。いや、どう考えてもわからんだろうな。いや、意外とわかるんか、どうだろう。え、めっちゃいい。あ、まあ、なんでもないわ。なんでもない。インスタね、そう、昨日インスタ投稿しようと思ってめっちゃ忘れてた。ストーリーのスタだけで終わっちゃった。ピエム、ピエミーってことで、ピエミーってことで、今日こそインスタ、帰省した時のね、帰省した時の美味しいご飯の写真とか載せていきたいなと思います。よろしくお願いします。でもちょっと待って、今週じゃないわ。え、待って、イベントってあれだよね。再来、いや、来週ぐらいだよね。やばい、サンタさんのコスプレ買っといてねって。買いましょう。そう、なんか早め早めに買っとかないとさ、忘れちゃうじゃないですか、そういうのって。そう、だからちょっと早めに、ね、まあでも最悪当日にドンキで買えばいいよな。いや、もうさ、この考えを持ってる時点でアウトよね。そうやってさ、すえー、待って、ちょっとのんびりしすぎてる。コンビニじゃない、スーパー行きたいんだけどさ。でもスーパー行くのって意外と時間かかるやん。スーパー行くのって意外と時間かかるやん。往復のやつとさ、その店内をさ散策する時間があるじゃん。
うわーうわー嫌になっちゃう。あ、で、ちょっと待って、寒いな、寒くなってきた。食べたい。スーパー行く時ってさ、でもさ、同じようなものしか買わないかも。え、みんなスーパー行って、あ、でもそんなことないか、このお惣菜美味しそうだなとかだったら買うってこと。基本買うもの決まってるか、決まってるな。お豆腐とみたいな、お豆腐と納豆と牛乳とみたいな、ヨーグルトみたいな。うわ、やっぱりこれだね。やっぱキャンメイクですわ。やっぱりキャンメイクですわ、ほんま。トト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 、でもたまに美味しそうな、あ、焼き芋は買っちゃうかも。焼き芋買っちゃうんだよね。でたまになんか時間でさ、なんか時間経ってたりするとちょっとやっぱ安くなってたりするじゃないですか。そういうのだとちょっとみたいな、買っちゃおうかなーみたいななるよね。あ、でも安い野菜は、あ、でもその時その時で安いなーみたいな。え、今日はえ、なんか白菜安くなってるやんみたいな、顔みたいなとか、今日はキャベツが安いとか、キノコ安いとかさ、安くなってる野菜を買う。あ、もやし、もやしは適当に炒めとけばいいですからね。もやしはもう適当に炒めとけばもうそれで完成ですから。ありがてー、もやしって安いし。でも冷蔵庫って大きい方がいいよね、マジで。一人暮らししたらっていうか、今の冷蔵庫どうなるんだろう、一人暮らし引っ越すってなったら。どっちかの家に置くのかな。でもさ、置くスペースなさそうじゃない。あるから、あるかな。あ、こんばんは、こんばんは。ね、わかる。割引シールあるとさ、絶対買わない、普段絶対買わないやつでもさ、え、ちょっと買おうかなみたいなさ、気持ちになるよね。割引シール大好き。割引シールテンション上がる、マジ。家の壁そこら中に割引シール貼ろうかな。なんか元気でそうじゃない。お、割引シールいいな。一人暮らし、え、でもさ、一人暮らしさ、なんかさ、ちょっと思ってもないところに引っ越しそう。思ってもないところっていうか、あ、なんかあの辺に住みたいなーみたいなのあったんだけどさ、ちょっと待てよみたいな、いや、ここじゃなくてこっちじゃないみたいな、あ、ここかーみたいなとこになりそうで、いや、まだ何も物件とか見てないんだけどね、見てないんだけど、楽しみですね。お腹すいた、お腹鳴ったわ。ピエン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 、お腹鳴った。わ、業務スーパーの近くとか引っ越したい。業務スーパーと業務スーパーと、あれ、ないぞ、あれれ、
あれあれあった業務スーパーとプールね、プール、市民プールみたいな、泳げる、月額いくら、会員月額いくらで、あの泳ぎ放題みたいなのが近くにあるとこがいい。あとね、家の近くって何があったら、何があったらいいんだろう。あ、綿持さんが雪だるまくれた、かわいい、ありがとう、ありがとう。夕方から夜のローソン割引シール貼ってるの結構ある。あ、でもローソン割と、え、ローソンの割引シールめっちゃ便利じゃない、めっちゃ便利じゃないっていうか、分かんない、どこのコンビニもあれなのかもしれないけどさ、無人のレジ最近あるじゃん。それ用にさ、ちゃんとバーコードもさ、なんか人がこれ20円引きとかさ、これ30円引きとかさ、しなくて済むようにさ、その何、割引シールとそのバーコードの上書きシールみたいなやつもさ、一緒に貼ってくれるじゃん。あれ鬼便利だよね、本当に。考えた人に拍手。綺麗な銭湯あると嬉しい。だって、あ、銭湯か、考えたことなかった。え、銭湯、それ、え、じゃあたまに行くってこと、たまにその大浴場キュハーみたいな感じってこと。楽しそうだな、それ。リラックス、リラックス、リラックスってこと。あ、業務スーパーは容器が大きすぎる。あー、そっか。え、じゃあ一人暮らしで、え、じゃあそっか、業務スーパーでもそうだよね、だってバーンって売ってるもんね。バーンって、あ、そうだ、100均があるといいね、一人暮らしだって。え、わかる、冷蔵庫よりさ、冷凍庫大事じゃない、めっちゃわかるわ。冷凍庫大きいの買おうねって言って買った、冷凍したいものがたくさんある。待って、スーパー行きたいんだけど、頑張ったらいけそう。頑張ったら、京香ちゃんスーパー行けそう。やばい、本当にお腹すいた。うわ、今スーパー行ったらめっちゃお菓子とか買っちゃいそうだな。あ、そういうことか。ユニットバス、東京住んでた時ユニットバスだったから、緑線と言ってた。あ、そういうことだ、なるほどね。え、でもさ、ユニットバス嫌だな。知らねえよって感じだと思うよ。え、私でもさ、そのどこを妥協するかみたいなのがさ大事って言うじゃんね。でも私、独立洗面台は絶対欲しいんだよな。独立洗面台は欲しい。あと何、みんな妥協する部分って何、金額とかってこと。あ、だから、あ、駅近が良かったけど、駅近じゃないところでもう、まあしょうがないかみたいな感じってこと。妥協ポイントってなんだろう。あ、床が白いとこが良かったけど、まあ茶色でもいいかみたいな。あ、お腹鳴った、ピエン、お腹すいたよ。ファンミヤクからフォローされてない、だって干されてるやん。それオタクやん、大丈夫。フォローしたらフォロワーしてくれるんじゃない、そういうもんじゃないのか。あ、通勤が遠いとかね。あー、そういうことか。
あ、たまに足全力で伸ばして入りたい。あー、そっか、確かにね、普通のお家のやつだとさ、あ、男の人だと伸ばせないのか。男の人っていうか、私さ身長低いからさ、割と結構余裕なんだけどさ、確かに確かに確かに、それはあるかもしれんな。向き妥協できるかもなって。うわー、あ、部屋の向きとか窓の位置ってこと。あー、深いね。深いか、深いかっていうか、そうか、でもそういう、うわー、確かにな、その辺がなんか一番ちょっとなんか妥協しやすいかもね。え、てか私さ、あの、その独立洗面台のさ、あの鏡の裏に収納できるタイプがよくてさ、たまにさ、あの何、横に棚ついてるみたいなやつあるじゃん、わかる？鏡の両サイドにこう2段ずつだか3段ずつぐらいだかでさ、あの、あー、お腹鳴る、2段ずつとか3段ずつぐらいとかのやつあるじゃん。あれ嫌なんだよね、あれちょっとさ生活感出るじゃん。いや、まあでもそれでもその辺が妥協ポイントなのかな。むずいね。いやー、それ細かいことまでさやってたら決められないか決められないか。チラッチラッ、最低限の治安はなんとか確保したいって。うわー、確かにな、治安ね、特にあれだよね、女の子こそ特にみたいな感じありますわな。あー、あれ、私なんか、あ、そうだそうだそうだ、イベントのさ、イベントのさっていうか、あの来月のイベントね、新年会の方、新年会の方のセットリストが決まったんですよ。いっぱい相談して決まったんですけど、だからそれを、それのちょっとセットリストを作らないといけない、あの Amazon Music Unlimited で、 Amazon Music Unlimited、 うん、作って毎日聞いて、でも本当になんか歌詞覚えられない歌詞覚えられない。なんかよく、なんか一人で多分さ、みんなで歌う安心感とさ、一人で歌うのって本当にだって自分一人が歌うしかないじゃんね。それがちょっとさ、それがちょっとしんどいね。でもこの前ボイトレ行ったんですよ。そのなんかで、とりあえずなんかその歌ってみようみたいな感じで歌ったんだけど、褒めてもらいました。嬉しかったです。あら、ごきげんよう。ごきげんよう。鏡が扉になってる洗面台ちょっとお高かった記憶。いや、そうなんよ、本当にそうなんだよね。だからそこだけを、だからそのワゴンみたいなやつ、あ、だから、え、鏡裏収納があるか、それかもないかのどっちがいいの。変に横になんかさ、透明のなんか取り外し可能ですみたいなやつ、あれいらないんだよな、注文多いね、ちょっと変なやつあるんだったら、なんかワゴンみたいなやつ買って、そこにいろいろ
乗せたいな、そのヘアオイルとかさ、ブラシとかさ、パックとか便利じゃない？まあでもワゴンで普通に見えるから、何、外からっていうかさ、普通に生活感あふれてるから。じゃあ棚、鏡の横の棚とじゃあ何が違うかって言われたら、ちょっとそれは答えられないんだけど、ちょっとうまくそれは答えられないけど、でも大事なんです、そういうところが。あ、そんなにガチで歌ってくれるの？いや、なんかボイトレするみたいな、ボイトレするみたいなのを聞いてくれて、あ、ボイトレやっぱ久しぶりに歌うからさ、え、ちょっと受けたいですって言って、受けさせてもらいました。で、ちゃんとそんなに AKB の時ってボイトレってさ、何、1対1のボイトレって本当にないのよ。なんか結構全体で歌ってみようみたいな、で、ここはこうやって、なんかこんな感じで気をつけてるみたいな、ここの注意点はこうでみたいなとか、そういうの感じなんだけど、1対1のボイトレって結構本当にマジで初めてレベルだったから、緊張したけどめっちゃ楽しかった。普段何歌うのみたいな、あ、ポルノです、あ、じゃあポルノ歌ってよみたいな。いい先生でした。優しかった、とっても。また来ますって言ってまた来ますって言ったけど、え、じゃあ歌詞全曲覚えてきてみたいな。ピエン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 、あ、じゃあ時間あるから、じゃあこの、うん、次来るまでに、ね、なるべくあれだね、歌詞覚えてきて、今度はまあ髪見なくても歌えるように。はい、わかりました、頑張ります。だからあれ作んないといけないのよ、 Amazon でメドレーを作って毎日聴いて練習しないとみたいな。歌えるかな。でも最悪歌詞が出るからそれを見ながら歌おう本番ね。でも歌ってマジでむずいなってなった。何にも考えずに結構歌ってたけどさ、そうボイトレ大事だねっていうか、はじめその何、ボイトレ受ける前にパッと出なかった高い音が終わり頃にはめっちゃ楽に出るみたいなさ、あるじゃん。それそれすっごい良かった、感動しちゃった。暑いなこのヒーター、なんかつけると暑いし、そういうもんだね。何しようと思ったんだっけ。あ、お風呂が独立で脱衣所と洗面台とお手洗い一緒になってるのセーフ。あー、え、ねえ、そのタイプおもろいよね、おもろいよねっていうかさ、そのタイプおもろいよね。あんまり気にしたことないっていうか、面白いねっていうか、別にそれ大丈夫かもしれない。気にする人いるのかな。え、その独立洗面台とトイレが一緒になってるのがあんまりってこと？でもあれ面白くないっていうか、こうなんか狭いスペースにさギュッてなってて、おー、いいですねいいですね。ダメだ、クマがひどい、寝てんだけどな。どうやったらクマって消える、マジで困っちゃうよ。待って、私オカリナに LINE しないといけないんだった、忘れてた。おかちゃん元気？
でも岡田最近会った気がするんだよな。岡田最近会った気がするんだよ。岡田が。物件探してる時一番楽しいねえ。でもさ、なんかめんどくさくない？アプリでさ、あれってどうすんの？アプリでさ探すじゃん。でいいなと思った物件のところに連絡したら、じゃあ何日にどこどこ来てくださいみたいな感じで言われるから、そこの不動産屋さんに行って、でその物件とか、そういう物件ってほぼおとり物件的なやつじゃんじゃん。分からんけど、行って、で他のとこのなんかやつもちょっと見してもらってみたいな感じだよな。ワクワク大変だ。そう、東京のここの今の物件はさ、そんなに何、姉が調べてくれて内見だけ自分もついていって、おここでみたいな感じで言ったからあここにしようみたいな感じで決めてしまったので、自分ほぼ何にも調べてないんだよね。だから本当に今度のお引越しが初めて、あちょっと似てた、初めてなんです。うわー、どっか行っちゃったな。あったあ、家建てちゃえばだって。でも家建てたらさ、ローンでってこと？ローンでってこと？何しよう、これだ。間違えた。やばい、このアイシャドウこの色だけ使ってて、この色だけ底見えしてんだけど、困ったもんだな。でも他のあれが見つわからない。わわからない。あ、そう昨日届いたやつ、ちょっと待って、明日の配信はお昼にしたいけどな。明日の配信お昼にしたいんやけどな。でもお昼の配信ってそんなみんな、あ違う、だから土曜日の配信でみんなにやるか、見てもらったらいいってこと？それいいね。そう、コスメ届いたんですよ。ハピハピ、ありがとうございます。みんなのおかげで自分が買ったことないコスメをゲットすることができました。ありがとう。でもあんまり使ったことない系の色味だったから、ちょっとまた使うときはちょっといろいろ調べてから使おうと思います。でもめっちゃ可愛かった。さすがって感じで、うわーこれ取れない、うわーこれ取れない、取りたい、取ってもあー取れない、あー取れない、あー取れない、どうしよう、なんで、あー取れた、これどっから来た、これだ。私、この曲何ね、私からあなたへこの歌を届けようっていう曲あったよね。トゥトゥルトゥルルルトゥトゥルルルルルトゥルルルルルル、わさびよろさん、クマありがとう。なんかあったよね、こんな歌。保育園じゃなくて小学、音楽の授業だっけ。なんかで歌った気がしたんだけど、何だったかしら。聞いたことある、幼稚園の時歌ったの覚えてる。じゃあ保育園か、やっぱなんか
歌ったよね。なんとかの贈り物みたいな感じ？違うかな？めっちゃ適当に。あ、昔みんなの歌で聞いたかも。え、みんなの歌？あ、切手のない贈り物。あ、待って、それだわ。え、すご。知ってた？知ってた？切手のない贈り物だ。懐かしい。どこで歌ってたんだろう。保育園かな。でも小学生なんかふと思い出した。いい曲だよね。いい曲で、ね、てかそこのワンフレーズの歌詞しか覚えてないんだけど覚えてないんだけど。え、じゃあ昔、え、でもあるあるだよね。そのみんなの歌で採用されてた曲がなんか音楽の 何かしらの冊子に載っているみたいなさ。あるあるな気がした。そうでもないか。あ、こんにちは。こんにちは。え、知らないで歌ってた。あ、タイトル？みんなの歌だったってこと？え、最近の子たちも歌うのかな？え、ね、最近の子たちさ、待って、グリーングリーンって曲あるよね。なんか7番ぐらいまである、あるんだっけ。なんか長めのさ、グリーングリーンか、グリーン、グリーン、あれ名曲だよね。でも実はあれなんだっけ、悲しい曲なんだっけ。忘れちゃった。詳しいことを全て忘れてしまいましたが、みんなの歌といえばチュンチュンワールドやろ。え、ジェネギャジェネギャチュンチュンワールド。みんなの歌といえばあれでしょ。みんなの歌といえばどう考えてもあれだって。出てこない。僕はクマ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 、知ってる？車じゃないよ、クマクマクマと、とあとなんか、あとなんか、なんか可愛い、なんか可愛い若い女の子が歌ってた曲があったんだけど、なんだったっけ、出てこないな、忘れちゃった。僕はクマ知らない？AKB もみんなの歌歌ってたん？え？嘘。本当？それ。めっちゃすごくない？みんなの歌じゃなくて、あれじゃなくて、ドラえもん、おじゃる丸の、おじゃる丸のエンディングじゃなくて、初恋は実らないじゃない？初恋は実らないさ、どっかで一回やるかなと思ったけど、やらなかった。だからなんか昔のコンサート、あ、でもそうでもないか。初恋は実らない、君をずっと、でもその時でもエンディングで聴いてる時は AKB の歌って知らなかったかも。よいしょ。ガチ恋は実らない替え歌？替え歌なん？僕はクマ知らないの？みんな、よくないよよくないよ。それGreen, green.
にはあれいい曲出るな。あれ本当にいい曲。あと小学校の時に歌った曲なんか思い出せる曲あるかな。みんな何歌ってました？みんなって何歌ってたの？ダブルコージのチュンチュンワールドの方、マイバラード、待って、マイバラードって、あ、泳げたい焼きくん世代、マジあれリアタイで見てたってこと？それめっちゃドヤじゃん。若者世代にめっちゃマウント取れるね。泳げたい焼きくん、泳げたい焼きくん世代なんだけど、リアタイしてたけど、強っ。めっちゃいいなそれ、いいか。めっちゃホロホロネック、待って、本当にわかんない。ちょっとそのあれが気になる、チュンチュンワールドって何？チュンチュンワールド聞けばあーってなんのかな。チュンチュンワールド、チュンチュンワールド、チュンチュンワールド、絶対知らんくない？あ、コンピューターおばあちゃん、待って、コンピューターおばあちゃんってあれわしもじゃない？わしもじゃない？でわしも、でわしもさ、でも世代じゃないんだよね。わしもみたいな曲だよね。ワンフレーズすぎるな。わしなんだっけ、あるよね。わしもでもちょっと違う、ちょっと違うんだよな。みんなの歌といえば、私の、あの曲、トゥルルルトゥー、またそこのフレーズしか出てこない。なんだっけ、あの、あやかなんとかちゃん、あやかネクソンちゃんみたいな子が歌ってたさ、曲ない？あやか、あれ？だってクマじゃないもんね。クマじゃなくて、でもその時と同じぐらいの時のやつ。可愛かったんだよな、その歌。あ、ちょっと無理だな。にゃんにゃんワールド。アマゾンミュージック入ってるかな、それ。アマゾンミュージック入っているかしら。懐かしいね。でもそう、なんかでもさ、みんなの歌メドレーみたいなさ、ありそうじゃない？探してみたら、なんかどこかのサブスクにさ、どこかのサブスクにはありそう。団子三兄弟は分からんな。でも団子三兄弟のあの何ビジュアルっていうかアニメーションは見たことある。でもアニメーション見たことあるのは絶対あれだもんな。なんか謎のあれだもんね。北風小僧のカンタロウってみんなの歌出身？みんなの歌出身って言い方絶対しないだろうな。でみんなの歌ってさ、でもどうやったらさ選ばれるの？何基準なんだろうね。あれはなんかさ売り込みに行くのか、この曲みんなの歌で使ってくださいみたいな感じなのか、その NHK さん側が今度、なんかこのなんかヘンチクリンな、でも変な曲多くない？変なヘンチクリンな、これいいんじゃないですかみたいな感じで決めるのか。待って、ドナ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 ってタイトルめっちゃ聞いたことあるな。ドナドナ、ちょっと待って、めっちゃ聞いたことあるぞ。ドナドナ、でもその本で見ただけで実際どんな曲かは本当に知らないんだけど。知らんのかい。
本当に知らないけど、ドナドナってなんか聞いたタイトルだけ全然違うかな。あれ全然違う曲のこと言ってんのかな。なんかわかるぞなんかわかるぞそれ。ちょっと私が思い浮かべているのと違うかもしれないけど、悲しいけど。手のひらに太陽、手のひらをだめ、手のひらを太陽に透かしてみれば。え、それって、それってさ、みんなの歌。僕の知識、僕の、え、おまち、なんかさ、でもさ、ちっちゃい子供向けのやつさ、なんかさ、意外と難しい日本語使ってない？みんな。血潮なんてさ、だって血潮って血潮でしょ、漢字で。え、わかんないよね。まあ、わかんなくても別に歌ってるからいいんだけどさ。だってさ、そう、この前めっちゃ思った。一人でさ、部屋で歌っててさ幸せなら手を叩こうあるじゃん。部屋で一人で歌うなんて話なんだけど、幸せなら手を叩こうってあるじゃん。でその続きでさ、幸せなら態度で示そうよってあるじゃん、ね、幸せなら態度で示そうよってさ、何その歌詞考えた人、何なんかもうちょっとなんか表現なかったって。態度で示そうよってさ、そんな歌詞斬新すぎない？態度で示そうよだよ。態度で示そうよって何？うるせえよってうるせえよってなるんだけど、態度で示そうよ。何ちょっと、何それ、ちょっとなんか上から目線っていいんだけどさ、いいんだけどさ態度で示そうよ。そっか、これをでもみんな楽しく歌ってるんだからすごいよな。ドナドナはと悲しい曲なんだ。あーでもなんかあんまりアップテンポめな感じではなかったような気もしなくもない。大人になってしみる子供曲あるよね。なんだっけ、おじゃる丸だから、おじゃる丸のオープニングじゃない？それこそね、おじゃる丸のオープニングすごいですよ。この前カラオケで歌ったけど、なんか音程難しすぎて無理だった。夢を描いてのやつ。え、それ、そのオープニングってまだ、今のオープニングもまだそれなのかな。高い空見ればのやつ、届く気がして。いい曲だよねあれ、本当に。こんばんは懐かしいな。なんかみんなでさ、もうなんかみんなで歌うことってないじゃん。そう、何、なんかじゃあ別にアイドルだったらさ、そのなんか何、その別にさ曲の披露とかあるけどさ、そういうのじゃなくてさ、本当にただみんながその、あのお歌の時間、保育園のさお歌の時間みたいな、ただ何、音楽の授業みたいなさ、ただみんなで歌って楽しいねーみたいなやつさ、もう大人になってからってさないじゃないですか。それやりたいそれやりたいけど、ちょっと一人じゃできない。え、待って、イベントでなんかみんなでさ、なんか歌コーナー作りますみんなでなんか音楽の時間みたいな作ります。きょんちゃん元気？元気。なんとかお兄さんも、きょうかお姉さんも元気。あ、違うな、今って何お兄さん、あれ、ゆういちろうお兄さん、違う、ゆういちろうお兄さんかっこいいよね。今お姉さん、だたくみお姉さんも変わっちゃったんだよね。大好きお兄さんも変わっちゃって、え、待って、今の4人のあれだ、わからないかも。だってよしひさよしお兄さんっても違うんだもんね。あ、コンサートでも会場全体で歌うと盛り上がるよね。え、ねねって私そんな経験ないけどさ経験あんまりないけどさ、そういうなんかみんな歌ってみたいな、そのボーカルの人がさ、こうマイク抜けてさ、みんなで合唱するみたいな、あれ楽しそう。いいな。あら、こんばんは。初見さんがだるまくれた。ももさんだるま、
ももさん誰なの？ありがとうございます。幸せなら、みんな合唱するってなったら何歌いたいですか？でも普通になんかさ、あれとかで言うけど、あれ歌ってた、懐かしい、あれあれあれ、ラピュタのエンディング、地平線の、あれ、うわ、タイトル忘れた、うわーうわー、タイトル忘れた、なんだっけなんだっけ、そう、あの地平線、あ、君を、あ、それ名曲じゃない、君を乗せてってマジ名曲だよね。違う、なんか音楽の、そう、中学校の時の音楽の授業でめっちゃ歌ってたんだけど、その先生が君を乗せて大好きだったんだよね毎授業声出しみたいな感じでさ、いつもなんか何曲か、でも中学校のさ音楽の授業とかさ、なんか一生歌ってた記憶しかないな。音楽の授業って何を学んでな、すごいめっちゃ失礼な、何を学んでたんだろう。あんまなんかそんな、中学校は本当にただただ楽しく歌ってた記憶だな、記憶だな。あの素晴らしい愛を思い、ねえ、私それ歌いたかった。それさ、姉がさ、姉のっていうか、あの小学生の時にさ、その中学校のさ、あの学校祭っていうか文化祭みたいなの見に来たの。それでなんかそのどっかのクラスが歌ってて、めっちゃいい曲だなと思って、そこで私知ったんだけどさ。でも私だから中学校でもそれ一回も歌うことなかった。歌ってみたかったな、歌ってみたかった。あの、そのカラオケで歌うんじゃなくてさ、多分そのみんなで合唱とかでみんなで歌うからいいんじゃん、きっと。そういう歌ってさ、ね、マイバラードってどんな曲だったっけ。今タイトルパッて思い浮かんだけど、マイバラードってどんなんでしたっけ。あーってなるよねあーってなるよね、聞いたら。マイバラード、マイバラード、昭和の歌なんか。プロデュースね、それってどうやって読むの、101でいいのかな、プロデュース101。あのなんか TikTok で流れてくるのを見てるから、割と名前わかるかも、みんな割とみんな名前わかります。うわ、いろいろ物がなくなっているわ。あった、ありました、ありました、ありました、ってことです。マイバラード、あとあれ歌いたかった。うわ、出てこない、悔しい。なんか上の人たち歌ってたんだよな、中2の時に中3の人たちが歌ってて、うわ、いい曲、時の旅人だ。僕らは旅人、多分私はこうどんどんなんか曲調とかが変わる曲が好きなんだろうね。飽きないというか、飽きないというか、こう聴いててさ楽しいじゃない。だから時の旅人歌いたかった、でも時の旅人なかったな。懐かしい、いいな。ちょっと中学校で音楽の授業だけ混ざりに行きたいわ。そういうのやってくれるとこないかな。ね、時の旅人いいよね。始まり方ちょっと分かんないけど、僕らはってやつ、待ってな、それ以外の部分全然分かんないわ。それ以外のやつ全然分かんない。学校で歌う曲好きね、分かる。学校で歌う曲いいよね。コスモスとかやつ、コスモスは合唱コンクールで歌った、懐かしい、勝った。私中学校3年間合唱コンクール全部勝ったんだよな、全部勝ったんだよなっていうか、でも2クラスしかなかったからさ、勝ち負けしかないんだよね。学校祭とかもさ、何、勝ち負けなんだよね。だから合唱コンクールは勝ててよかったですね。でも中3の
体育祭か。体育祭は全部負けた。悲しかった。競技も負けたし応援も負けたし何にも何にもトロフィーなかったな。こっちあっちにばっかりさトロフィーもらっててさ、うわー悔しいね。懐かしい。なんであんなボロ負けしたんやろか。そういい思い出。あ、めぐるめぐる風、それだそれです。めぐる思いに乗って僕らは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 みたいなやつでしょ。時の旅人、汗を拭って歩いた道、野原で見つけた小さな花、幼い日の、それだわ。でも合唱コンクールの曲ってさ、あの毎回毎回同じなりがちじゃない？そうなんか、そう先輩たちがさ歌ってた曲なんか自分たちも歌いたいみたいになりません？なんかそのあんま聞きなじみのない曲よりさ、やっぱり聞いたことある。その先輩たちが歌っててとかさ、先輩たちが歌ってて勝ってたみたいな曲とかさ、やっぱ歌いたくなっちゃうよね。わかりみ。うわっキモ。何しようと思ったっけ、忘れちゃった。違う、私はえ、ねあ、運動会、小学校の頃が人生最高の盛り上がりでした。だって、え、本当？高校じゃなくて小学校のって盛り上がる？なんかあれは盛り上がる。なんかさ、あの町民運動会は盛り上がるけど、なんかさ春、私の小学校はなんか春ぐらいにその生徒だけのさ、生徒だけのあの運動会みたいなやつあってさ、それはまあ大して盛り上がらないんですよ。いや頑張るんだけどね、頑張るんだけど大して盛り上がらなくて、秋になんかその親御さんとかその町内の人がみんな集まる運動会みたいなやつがあって、そっちは好きだったな。なんかいろんなさ、なんかお弁当作ってくれてみたいなさ、誰々のパパ、誰々パパ、誰々ママみたいなさ。でもあれすごい大変そうだよね。大変そう、めっちゃ人ごとだけど、あれすごい大変そう。あれって誰が取り仕切ってんの？ PTA の人とかがあれしてんの？なんかもろもろのさテント立ててとかさ、あれすごいよね。子供の頃は全然何もあれだったけどさ、誰がどういう取り仕切り方をしてるのか気になってしまったわ。やばい、めっちゃ鼻水出てくる。あー、めっちゃ鼻水出てくる。あ、きょんちゃんだ。ごきげんようだって。ごきげんよう。高校毎年雨重なって無理すぎた。え、校長先生さ、校長先生雨男だとさ全部の行事延期にならない？ビビるよね。なんかその雨男で有名でみたいな人がさ校長先生になった年とかさ全部延期になるみたいな。懐かしかった。くー、ちょっと待って、あれ、私何を探したの？そう、雨男の校長、いつだったっけな、小学校？中学校かな、中学校かも。なんか遠足も雨降ってるし運動会も雨降ってるしみたいなさ。タブレットの充電が
いい感じになった。タブレットの充電いい感じになったので終わりたいと思います。どういうこと？どういうこと？焼き火もピピピッと、あ、触れなかった。13位がカイくん、ありがとう。12位サニハイナドさん、ありがとう。11位アマノさん、ありがとう。10位ピースさん、ありがとう。9位サユちゃん、ありがとう。8位サルのコシヌケチさん、ありがとう。7位クルーズキさん、ありがとう。6位ちくわ豆腐さん、ありがとう。5位がひでしゃん、ありがとう。4位がわさびひろさん、ありがとう。3位がみくりやぜんじろうさん、ありがとう。2位がわともちさん、ありがとう。そして1位がミスターシャコージルさんです。ありがとう、ありがとうございます。ちょっとイベントで歌う曲考えとこう、考えとこう。みんなの歌いたい曲も募集します。みんなで合唱したい曲ありますか？ピアノ弾いてくれる人もいたら募集します。生演奏なんだ。あ、ギターでもいいよ。じゃ、またね。明日はお昼に配信したいという気持ち。